はい、こんにちは、ヨジーです。今日は、タイトルのようにね、シートのこの今この辺ね、なんかざわざわしてますよね。まあ、消える時と消えない時があったりするん で今回これ本革なんですけど、まあ、本革の、こういうねシワの取り方やってみようと思います。で、使う道具がこれっす、ヒートガンで、まあ容量は、要するにですね、このシワ出てる箇所に、ヒートガンで熱を加えて、まあなんだろうな、皮に火傷させるんですよね。で、ここ皮が火傷するとこ縮むんで、それでここのこういうとこの表面の細かいシワが取れるっていう要領です。いきなり激しくやると焦げることもあるんで、要注意ですね。特に白い皮なんかは危ないんで気をつけてください。で、本側にはできる作業なんですけど、合皮には無理です。合皮溶けちゃうんでダメです。なんでやる場合はね、用意して、ちょっと炙り練習してからやってみてください、ね、こういう端材でね、練習というか実験してやってください。で、今ね、試しに練習でこのちょっとザワザワしてる切れっぱしで試してみます。ほら、取れてきてるの分かります？うっすら。ほら、で、どうすかね、今ね、光の加減がこのこうだと分かるか、この辺がかかってないとこ、熱かけてないとこで、こっち側が熱かけたところ、まあ、なんとなくこうね、凸凹が減ってますよね、こっちがね。っていうわけでちょっと練習したんで本番いってみます。はい、今炙り終わって、どうすかね、ほら消えてますよね、ここら辺にいたしばし、この辺濡れてんのは、この辺濡れてんのは細かい汚れがあったんで今拭いたのでちょっと光ってますけど、で、まあ一回炙って様子見て、もう一回炙ったらもっと綺麗になるかなと思います。で、今回の方法はこうどっちかっていうとこうね、皮が余ってる方向で、寄ってるシワ、突っ張っちゃって、逆にこうなんていうのかな、まあ、ちょっと言葉ではうまく言いづらいんですけど、こうビューンって皮が突っ張っちゃって、ここにこう入る細かい筋みたいなシワも発生する時があります。で、そういう時はスチームかけて伸ばしたり、家庭とかでやる場合は電子レンジで蒸しタオル作ってかぶせる。そうすると蒸されて皮が伸びるんで、この突っ張りが軽減されて、いい感じのところに皮がこう収まるっていうかね。普通の人がやることってまずないと思うんですけど、業者さん大体知ってるとは思うんですけど、僕はね、ちなみに皮のシート本気でやるまで知らなかったんで、これ、もしね知らない方いたらぜひやってみてください。で、これってね、なんかごまかしてる作業っぽく感じるかもしれないんですけど、実は結構いろんなメーカーさんシート貼り込む時にやってる作業で、ランボルギーニとかポルシェなんかもおそらくもう形からしてね、熱かけてないでその形にはならないだろうっていう形状で貼り込まれてたりするんですよ。で、
前に一度なんか YouTube だったかな、動画で見たんですけど、確かランボルギーニでしたね。80年代ぐらいのランボルギーニのこうファクトリーの動画が、アップされていて、でそれによると、シートを一回こう張り込んでからこう熱をかける、まあ釜というか部屋というかに入れるんですよ。でそこで、まあ、このヒートガンほどの温度じゃないですけど、おそらく熱かけてこうギュッと皮を縮めてシート本体に密着させるっていう工程がありました。ポルシェなんかもスポーツシートっていう、こう両サイドの盛り上がりがものすごくきついやつ、あれは熱かけないとあの盛り上がりで皮は多分追従しないと思いますね。まあ、皮にもよるのかもしれないですけど、おそらく熱をかけて縮めてこう、ああいうこうもっこり形状にねピタッと密着させてると思うんで、それで余計なシワ飛ばして、張り込んでると思います。まあ、革のシート乗り込んじゃって嫌なシワが出たとか、なんかこうダルンダルン、まあ、ダルンダルンになるまでいっちゃうと、今回の作業だともうねなんていうんですか、ケアしきれないと思うんですけどね。まあ、多少ちょっと寄っちゃって、なんかこの微妙なシワがなっていう方もしいたら、ヒートガンとか、あとドライヤーもねちょっと強力なやつだったらできるかもしれないですけど、それでこうちょっと温めてみて、やけどさせてみてください。そうするとこう皮がね縮んでシワが飛ぶんでね、くれぐれも温めすぎは要注意で焦げますんで、まあ、匂いがね焦げる寸前って匂いがするんで、これ以上やったら焼けんなっていうのが分かりますけど、くれぐれもね家庭でやるときは火事とか、燃やしすぎないようにねしてください。そんなわけで今後もこんな感じの小ネタがもしあれば、ご紹介するんで、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。